グワカルオすぐわかるおのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか。すぐわです。テニスを見たことない人でも知っているテニス選手っていますね。フェデラーだったりナダルだったりジョコビッチ、錦織くん、松岡修造、伊達公子、シャラポワ、そしてウィリアムズ姉妹ということで、ウィリアムズ姉妹はですね、姉妹でトップテニスプレイヤーなんですけど、彼女たちが二人でこれまで獲得した賞金額というのはですね、驚きの160億円以上ですよ。これは賞金だけです。賞金だけで160億円以上。ここにさらにスポンサー料とか、その他諸々いろんなものが上乗せされていって、まあ、この姉妹、今現在、とんでもない金額を稼ぎ出しているわけですね。で、どうやら噂によるとですね、この妹のセリーナだけで、今現在250億円以上の純資産を持っているとか、まあ言われているわけですね。おそらく女子スポーツ界で最も成功した人物が、このウィリアムズ姉妹じゃないかというふうに言っていいと思います。まあ彼女たちがなんでこんなに稼いでいるのか、なんでこんなに成功しているのかというと、恐ろしくテニスが強いからなんですね。まあ、テニスには全豪、全仏、全米、全英、ウィンブルドンっていういわゆる四大大会というものがあるわけですね。まあこれグランドスラムというわけですけど、この四大大会優勝すると賞金がいくらかというと、まあその年によってとか大会によって多少ばらつきはあるんですけれども、およそ2億円から4億円の優勝賞金がもらえるわけですね。四大大会の成績見てください。ウィリアムズ姉妹は最強なんですね。まあでももちろんですね、この最強テニス姉妹も最初から最強だったわけではなくて、むしろスタートは劣悪な環境からだったんですね。彼女たちはカリフォルニア州のコンプトン近くに住んでいたんですけれども、このコンプトンという場所はですね、アメリカ一恐ろしい地区として有名な場所です。ギャングの街とも言われている地区ですね。こんなスラム街みたいなところで生まれ育った貧乏な黒人の姉妹が、白人のスポーツであるテニスで巨万の富を築くには、父親のリチャードによる徹底的に入念に練られた計画があったからなんだ。というのが今回ご紹介するウィル・スミス主演ドリームプランという映画なんですね。まあこの映画私ですね、試写会で見せていただきました。いやー、素晴らしかったですね。素晴らしい試写会でした。ちょうど伊達公子さんとかね、西武の工藤監督の息子さんの工藤飛鳥さんが来ていた回に僕も一緒に見せていただいたわけですけれども、まあ素晴らしかったですね。まあ間もなく発表されるアカデミー賞でも注目の作品です。作品賞、主演男優賞、助演女優賞、歌曲賞、脚本賞、編集賞の6部門に現在ノミネートされています。特にウィル・スミスの主演男優賞はもうかなり高い確率でもう取れるんじゃないかというふうにまあ言われているわけですね。まあ気になりますね。ということで、このドリームプランという映画、テニスの話なんですけど、テニス知らないという人でも全然大丈夫です。テニスの話っていうよりは家族の話、そして夢を叶えるために必要なこととは何かという人生の道しるべになるような、まあ実際にあった夢のようなお話。これがドリームプランなんです。面白いですよ。まあ僕もちょろっとテニスはかじっていたということがあるんで、だからということでもないですけど、まあこの映画僕試写会で見せていただいたんですけど、まあ感動しました。もう最後はね、涙がちょちょ切れていましたよ。ということで今回はドリームプランについて、ちょっと事前情報というか、そういったものをおしゃべりしたいというふうに思います。よろしくお願いします。夢を叶えるには入念な計画が必要だ。ということで、ドリームプランですね。どういった話なのかというと、ウィリアムズ姉妹の父親のリチャードのお話なんですね。このリチャードというのは、もうとんでもない男なんですよ。もうとんでもないって言っても、まあ家族からはすごく愛されているし、まあヴィーナスとセリーナ以外にも子供はいるんですけど、その子たちからもとっても愛されているものすごくいい父親なんですけど、でもまあとんでもないんですね。こんなの近くにいたらもう大変だよっていうような男です、リチャード。まあ彼らはさっきも言いましたけど、スラム街みたいなところに住んでいるんですね。
で、ある日リチャードはテニスの大会で優勝をして400万ドルの小切手を受け取っているルジッチという女子選手の映像を、まあ、テレビで見たわけですね。おい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 と、テニスってそんな稼げんのかよと、これだろとリチャードは思ったんですね。テニスをやるしかねえみたいな子供にテニスをやらせるしかねえと思ったわけです。これリチャードはテレビを偶然見て、すごい、これがアメリカンドリームだみたいに思ったんですけど、多分これは正しいと思います。女子スポーツで本当に稼げるっていうのは、おそらくね、実際のところテニスかゴルフの二択になると思うんですね。本当に女子が稼げるスポーツっていうふうに考えるとね。で、テニスとゴルフどっちがお金かからないのかといえば、まあ当然テニスの方がかからないです。テニスもお金かかるけど、ゴルフよりはテニスの方がかからないですね。ということで、リチャードはですね、奥さんにもう二人子供作ろうって言い出したんですね。もう結構いい歳なんですけど、もう二人子供作るぞと。で、生まれた子供をテニス選手にするんだと、いうふうに言ったんですね。リチャードはテニス全くの未経験、ど素人なんですね。だから、よし、じゃあ子供を作ろうというふうに決意したその日の晩からですね、もう猛勉強するんです。と言ってもお金はありませんから、ね。リチャードは貧乏人です、はっきり言って。お金がありませんから、どうやって勉強するかというと、テレビとか雑誌とかでテニス選手が喋ってることとかをメモしながらですね、おお、なるほど、こうすればいいサーブが打てるのか、とか。そんな感じで勉強していくんですね。なるほど、手首をこうスナップさせればいいんだな、とか。そんな感じで、完全に素人考えなんですけど、そうやって勉強していったんですね。そうしながらリチャードは、ヴィーナスとセリーナが生まれる前にですね、もうすでに彼女たちがテニス選手として大活躍するための、もう分厚い計画書というのを書き上げたんですね。やばいでしょ、リチャードさん。自分の子供が生まれる前に、自分の子供をテニスプレイヤー、トップテニスプレイヤーにするための計画書を入念に書いたんですよ。で、生まれた瞬間からこうやって育てるって決めたんですね。こうすればテニス選手になれるはずだ、みたいな。自分はテニスど素人、やったこともないようなど素人なのにもかかわらず。まあ、すごい親父ですよ。で、まあ実際二人娘が生まれてですね、リチャードは自分の人生のすべてを娘たちのテニスの練習に費やすんですね。でもまあ、お金がありませんから。スラム街ですからね。お金がありません。だからちゃんとしたテニスコートを借りることなんてできませんから、もう毎日毎日いろんな広場に行って、暗くなるまで練習をして、で、テニスを練習するのにどうしても必要になる消耗品っていうのがありますね。ボールです。ボールはいくらあっても困らないし、いっぱいなきゃやってらんないんですね。でもボール買う金ももったいないと、いうことで、ボールはまあその辺でくすねてくると。いうことをしたりしながらですね、もう独自の方法でずっと娘たちに練習をさせるわけですね。テニススクールに入れるようなお金はありませんから、そんな父親の行動を奥さんはどう考えていたのかというとですね、なんと意外にも積極的に応援していました。まあそもそも奥さんも娘をテニス選手にするぞ、だから子供を産もうって言って子供を産んだわけですからね、それは奥さんも応援するわけですね。奥さんは昼間看護師として仕事をしてですね、その間リチャードは子供たちにテニスを教えて、奥さんが帰ってきたら、今度はリチャードが夜の警備員の仕事に行って、朝までリチャードは仕事をして、もうほぼ寝ずに、今度は子供たちのテニスの練習をさせてみたいなね。まあそんな生活をずっとするわけです。とにかく大変なんです。もうテニス漬けの生活を送るわけですね。リチャードの体ももうはっきり言って限界です。もう寝ないでずっと仕事か練習かですからね。非常に大変なんですけど、でも娘二人の才能を信じて、すべてを犠牲にしてリチャードはテニスの練習をしていくということをするわけですね。もうどんなに生活が大変でもそれに耐えていく。それがリチャードということなんです。だってそういう計画ですからね。ドリームプランがありますから。そういう計画でこうやれば彼女たちをトップのテニスプレイヤーにできるという計画書があるわけですからね。それに沿ってやっていくわけです。まあ、そこまでして、しかも自分じゃなくて娘で金を稼ごうっていうふうにするのがですね、まあ日本人から見ると、おいおい、いいのかそれで親父というふうに感じるところはあるかもしれませんけど、でも多分ですね、彼らのような人たちが今の生活から抜け出すというのは、
僕らの想像を超えた努力が必要なんですね。他に方法はない。このままでは一家全員死ぬまで、自分たちはもちろん娘たちもずっとどん底の生活だろうみたいなところが多分あるんですね。それをするか、夢を掴んでこの生活から這い上がるか、どうするかってことです。で、夢を掴んでこの生活から抜け出すことを選んだんですね、リチャードは。それをするには、もうこれ以上ないっていう入念な計画を練って、そしてそれを実行していく。全く妥協せずに邁進する以外は、ここから抜け出す手はねえぞ、ということなんですよ。リチャードはもう、とにかく頑張ったわけですね。で、そんなテニス漬けの家族に水を差すですね、お向かいのおばさんっていうのが出てくるんですね。まあ、このおばさんが嫌なやつで、もうリチャードが子供に対して虐待してるんですとかって騒ぎ立てでね、もう警察に通報したりとかするんですけど、うるせえよ、俺たちはこっちでやってんだから邪魔すんじゃねえよみたいなね、そんな感じのおばさんの邪魔が入ったりとか、さらにはもう街の不良とか若者とかがちょっかい出してくるわけですね。ギャングの街ですから、ここは殺人なんて日常茶飯事の街なんです。で、その街の不良とかギャングがですね、リチャードの娘に手を出そうとしたりとかですね、リチャードに向かってもう銃を突きつけながら、お前の目の前でお前の娘を回してやるぞとか、そんなことを言ってくるような街なんですよ。もう怖いんですよ。アメリカ怖えよみたいな、そんな生活の中テニスをずっとやってるわけですね。ここから抜け出すと、こんな生活とはもうおさらばだ、そのためにはプラン通りにテニスを練習するんだみたいな、そんな感じなんですね。そんな生活をしてしばらく経つと、奥さんがついに口を開くんですね。リチャード、そろそろ限界じゃないの、というわけです。お、諦めるって思いますよね。違うんですね。奥さんは、次のステップに進むべきだわって言ったんですね。そっちかいと。次のステップってなんだろうって思うじゃないですか。それはコーチをつけるっていうことみたいなんですね。まあもちろんそれもプランに書いてあったわけです。娘たちが生まれる前に書いた入念なプランにもうそれは書いてあったわけですね。で、おう、コーチは、それはもちろんそうした方がいいでしょうと。なりますよね。もうリチャードは投資郎ですから、絶対にコーチはつけた方がいいです。で、そうしよう、そうしよう、という風になってリチャードはですね、コーチ探しをするわけです。でも彼ら家族にお金なんてありません。生活ギリギリでやってますからね。ボールをその辺でくすねながら練習しているような人たちですよ。どうやってコーチを雇うんでしょうって思いますね。リチャードは自分の娘、まあ、ビーナスとセレーナの特徴を書いたパンフレットを用意して、それと自分たちの練習風景を撮ったビデオテープねっていうのを持ち込んで、いろんなテニスコーチの元に娘の売り込みに行くんですよ。パンフレットあるんで見てくださいみたいな感じで、これうちの娘です、どうですか、すごいでしょうみたいなね、そんな感じの売り込みをしに行くんですね。コーチといっても街のテニススクールとかじゃないですよ。その辺のプロ崩れとか、そういうよくあるコーチじゃないです。リチャードが求めているテニスコーチというのは、プロテニス選手を教えているような本物のプロのコーチなんですね。そういうところにリチャードはもうどんどん行くわけです。もうテニス解説者としては世界で一番有名なんじゃないかというふうにも言われている、歩くテニス百科事典っていう異名を持つ人のところとかにも行って、うちの娘たちのコーチを今探してるんだとか、君にもパンフをあげるからどうかうちの娘を見てくれとか、どんどんやっていくわけですね。才能の塊なんだうちの娘は、将来絶対にトップになる、どうだすごいだろう、このパンフ見てくれ、このビデオ見てくれ、すごいだろう、だからタダで教えろって言って回るんですよ。プロのコーチですよ。本当の本物のプロのコーチのところに行って、うちの娘をタダでコーチしろって言って回るんですね。すげえことすんなリチャードって思いますよね。タダみたいな。で、このあたりが CM でも使われているシーンがありますよね。コーチのところに行ったら、コーチがこうやって断るんですね。未来のモーツァルトだからタダで教えると、誰も教えないっていう、あの CM で出てくるシーン、あれはこのシーンです。とにかく名のある名テニスコーチのところに行って、タダで教えろ、タダで教えろって、言って回るんですね。タダで教える人なんていません。当たり前ですよね。リチャードはスラム街に住んでいる黒人のテニスド素人のただのおっさんですよ。テニスは白人のスポーツです。そこに黒人の貧乏のおっさんがやってきて、うちの娘をタダでコーチしろって言って、するわけないですね。絶対に無理なわけです。まあみんなに断られていくリチャードなんですけど、
そのうちある一人のコーチの練習しているところに強引に娘二人を連れていくということをするわけですね。そのコーチの名前はポール・コーエンという人です。で、ポール・コーエンがコーチをしているテニスコートにズカズカとリチャードと娘二人がやってくるんですね。ちょうどそのコートではなんとジョン・マッケンローとピート・サンプラスが練習をしていました。聞いたことあります？皆さん。ジョン・マッケンローとピート・サンプラス。マッケンローっていうのは悪童と呼ばれたもう伝説的なテニスプレイヤーです。全米、全仏、ウィンブルドンで複数回優勝しているもうレジェンドです。で、サンプラスも何度もグランドスラムで優勝している男子テニス史上屈指のオールラウンダーって言われていたレジェンドです。そんな選手たちが練習しているコートに貧乏な黒人のおっさんとなんだかよくわからない娘二人が入ってきて、マッケンローに向かって、おマッケンロー、この間の試合惜しかったな、とか言いながら、はっはっはっは、いやー、なかなかうまいじゃないか、とか言いながら入ってくるんですよ。で、みんな、はぁみたいになってるわけですね。で、ポール・コーエンに向かって、ちょっと、うちの娘のプレーを見てくれないか、って言うんですよ。なんじゃこのおっさんってなりますよね。あ、ちなみに、このポール・コーエンは、西堀くんのコーチであるマイケル・チャンを育てた人でもあります。ポール・コーエンは超一流のプロテニスコーチです。そこにこう行って、マッケンローとサンプラスが練習しているところに勝手に入って行って、ちょっとうちの娘のプレイ見てくれって言うんですよ。バカかとなるわけですけど、まあ、ちょうどですね、練習が途切れたんですね。ちょっと一旦休憩みたいになった時に、もう頼み込んで、いいから一回でいいから見てくれみたいなことを言うと、じゃあ分かったよ、見るだけだぞみたいな感じで、ポール・コーエンの目の前で、ヴィーナスとセリーナがプレイをすることになるわけですね。二人のプレーを見た公演は、もう徐々にですね、よし、じゃあ次はこういう風に打ってみて。お、いいね。じゃあ次はこう。で、こっちをこうやって打って。ってどんどん、休憩中だったにもかかわらず、練習に熱が入ってくるわけですね。で、まあ一通り、二人のプレーを見終わった公演はですね、素晴らしいと。お父さん、あなたが教えたんですか？彼女たちはものすごい才能だって言うわけです。でしょ？みたいな。もう、リチャードはもう鼻高々みたいな感じで、でしょみたいな感じなんですよ。ということで、ついにコーチが見つかりました。マッケンローとかマイケルちゃんのコーチが、黒人で貧乏暮らしをしている夜間警備員のおっさんの娘を、なんと、タダでコーチしてくれることになったんですよ。タダですよ。無料ですよ。ものすごいことですよね。でも、二人は無理だと。一人だけ、タダで見てやる。っていうことになったんですね。ということで、ヴィーナスだけ、まあ無料でコーチしてもらえるということになりました。もうこれはしょうがないですね。本当は二人とも見てもらいたかったんですけど、一人でも見てもらえる、しかもタダでね。これはもう妥協するしかないということになるわけですね。だからリチャードはヴィーナスの練習風景を全部ビデオで撮って、それを家でセリーナに見せて、という練習方法をすることになるわけですね。こうやってリチャードはタダでコーチを手に入れました。一件落着と。いうことになるわけですけれども、そうは問屋が下ろさないわけですね。これはただの序盤です。全然序盤の序盤です。ここからリチャードとウィリアムズ姉妹の人生はものすごいことになっていくんですね。ジュニア大会への出場とか、テニスアカデミーへの入学、もうリチャードによる横暴とも言える教育方針と、それに伴うコーチとの確執、ただで教えてもらってるくせに、ど素人のリチャードがコーチに口出したりするわけですよ。コーチがこうやって打つんだってやると、違う。ヴィーナス、今のじゃなくてこうやって打った方がいい。みたいなことをね、コーチがいる目の前で、ド素人のリチャードが言ったりするわけですね。で、リチャードやめてくれないか。今は僕がコーチをする時間だ。みたいなね。いや、わかってるけど、俺の方がわかってるんだ。みたいな感じで。リチャードが勝手に教えたりとかするんですね。ただまあ、リチャードのこの、横暴とも言える態度っていうのも、ちゃんと裏があって、それは自分の娘たちへの信頼とか、彼女たちにはこういうやり方の方がいいって俺は父親として分かってるとか、それとかうちの娘たちを金のなる木だと思われたくないっていうか、金のために娘たちを使いたくないみたいな、そういった思いがあるんですね。まあ自分は金のために娘をテニスプレイヤーにしようと思ってるわけですけど、でもそれは家族みんなが幸せになるための手段であって、他の奴らは、俺の娘を使って金儲けをしようとしているだけだ。そんな奴は許せないとか、そういった結構複雑な関係というか、複雑な心の内みたいのもあるんですけど、
まあなかなかね、それがみんなには伝わらなくて、担当しているコーチだけじゃなくて、もう全米中、世界中のテニスファンからバッシングされるみたいなね。まあそんな感じになったりもするわけですね。まあそんなことがあったりとか、そしてプロへの転向ですね。で、14歳の女の子としてはもう究極とも言える、あのナイキとの超大型スポンサー契約。そしてその行方はということで、まあものすごく面白い映画です。で、これが実話だってんだからもう信じられないですね。テニスファンは絶対に見た方がいいし、テニスファンじゃなくても、特に若い世代の人は自分の夢を実現する方法というのはこういうことなんだみたいなね、そういうので見るっていうのは全然ありだと思います。テニスの映画ですけど、テニスは正直知らなくても全然問題ないというぐらい、これは家族のお話、夢を叶えるための話、そういったのがドリームプランなんですね。ちなみに僕はラスト30分ぐらいもうずっと泣いてました。頑張れみたいな。そんな感じでね、もう感動しましたね。で、今回字幕の監修に、なんと伊達公子さんが入ってるんですね。だから、テニスファンが見て、ニュアンスがちょっと違うんだよなーっていう婚約もおそらくないと思います。僕は特にありませんでした。で、さらに、このヴィーナスとセリーナのテニスの試合のシーンとか練習のシーンがめちゃくちゃうまいんですよね、テニスが。普通スポーツものの映画って、プレイシーンがダサくなるのが定番なんですけど、どうやったってね。僕プロですっていう役やってもプロのようにはできないじゃないですか。でもこの映画はめちゃくちゃうまいです。ヴィーナスとセリーナの役をやっている女の子たち二人は相当練習したみたいです。まあ一部吹き替えというか代役を使っているっていうシーンもあるみたいですけど、まあテニスのプレイのシーンに違和感がないっていうのは非常に良いですね。そんな映画です。ドリームプラン。めちゃくちゃ面白いです。今すぐは全部話いっちゃったじゃん。もう見なくても話わかるよって思ったら大間違いですよ。これ序盤しかまだ話してませんからね。こっからものすごく面白くなりますんで。ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。ということで、ドリームプランはですね、テニスを知らない人でも十分に見ることができる映画なんですけれども、二つだけちょっと予備知識としてお話ししておこうというふうに思います。知らなくても大丈夫ですけど、知ってた方がまあ、もうちょっと映画の内容が入り込めるかなという感じがあるんで。まずはですね、テニスアカデミーというものについて説明しようと思います。まあ、テニスというスポーツはですね、はっきり言って超専門的な指導を若い頃から受けていないとトップにたどり着くことは非常に難しいと言ってもいいくらいもう過酷なスポーツなんですね。テニスはスポーツの中で一番過酷だと言ってもいいぐらい、テニスというのは過酷なスポーツです。我らが錦織くんもですね、13歳の時ですよね。アンドレ・アガシとか、マリア・シャラポワとか、セリーナ・ウィリアムズが在籍していた IMG アカデミーというところに入っています。これはスポーツ専門のトッププロ育成機関ですね。錦織くんも13歳の時にここに入っていますね。ちなみに今現在、大坂直美のマネジメントを担当しているのも IMG アカデミーです。で、アカデミーに入ってどういうことをするかっていうと、もう完全に寮生活をして、すべてをテニスに捧げるみたいな、そんな生活をするわけですね。これをしないとトップにはたどり着けないというふうに言われているぐらい、本当に超専門的な指導を受けることができるアカデミーということになります。ウィリアムズ姉妹も映画の中でこのアカデミーというところに所属するわけですね。彼女たちはリック・メイシー、訳し方によって多少違いはあるんですけど、リック・メイシーという人がやっているテニスアカデミーというところに所属をするわけです。ここのアカデミーも超名門です。で、この名門アカデミーに、このお父さんのリチャードはですね、ただで娘を入れたわけですね。すげえな、リチャードと。ただで、よく入れられたなと思いますけど、このただでっていうのはどれぐらいすごいことなのかを、日本でも情報がある錦織くんが通っていた IMG アカデミーの学費で比較してみようと思います。IMG アカデミーにはサマーキャンプという、まあ、短期の留学コースっていうのがあるんですね。このサマーアカデミー、一番初歩的な内容の1週間の短期サマーキャンプでかかる費用がおよそ30万円です。3週間コースになると80万円ということになります。まあ、ちょっと10万円お値引きしているわけですね。これが一番初歩的な内容の
短期サマーキャンプの値段です。本格的なレッスンのサマーキャンプだと3週間で120万円かかるわけですね。なかなかの金額ですね。で、短期キャンプじゃなくて年単位の長期留学っていうのを基本的にはやらないと意味がありません。短期だけでもまあものすごいわけですけど、まあ基本的にはずっとそこで生活をするということをしないと、まああまり意味がないわけですね。ということで、長期留学だといくらかかるのかというと、1年で1000万弱の学費が必要となってくるわけですね。これを基本的にはもう何年もずっとね、そこで学費を払いながら生活をしてテニスの練習をしていくということをしなきゃいけないわけですね。1年で1000万ですよ。これをリチャードは無料にしました。無料にしたどころか、自分自身がアカデミーのスタッフとなって給料をもらうわけです。えげつねえな、リチャードとなりますね。リチャードはド素人ですからね。確かにすごい才能だ。あなたがコーチしたんですかって言われるような天才的な娘二人をテニスで育てたんですけど、でも素人ですからね。その素人の自分をスタッフとしてこのアカデミーで働かせろと。で、給料をよこせと。で、娘たちはタダで教えろと。いうことをやっているわけですね。アカデミーっていうのは完全な寮生活ですから、学費だけがタダじゃないですよ。もう、そこで衣食住すべてがタダです。食費もタダ、住居もタダ、各いろんなね、ケア用品とかそういったものもすべてタダです。すげえな、リチャードと。なりますよね。それともう一つ、ジュニア大会というのが映画には出てくるわけですね。これについても少しだけちょっとお話ししたいと思います。テニスはプロのツアー大会というものがあって、これは男子だと ATP ツアー、女子だと WTA ツアーっていう、この年間を通してポイント獲得を目標とするツアー大会というものがあるんですね。このツアーのポイントランキングが皆さんがよく耳にする世界ランキングというものになります。で、このプロツアー大会の下の方にあるのがジュニア大会ということになります。まあ主に18歳以下の子たちがしのぎを削る大会ということになるんですけど、これもまあプロツアーと同様にですね、ポイント制であって、ランキングがあって、4大大会、グランドスラムもあります。で、もちろんこのジュニア大会でいい成績を残せば、もう飛び級でプロツアーに参加するっていうこともできますし、ジュニア大会でもちゃんと賞金はあるし、ジュニアでもスポンサーがつくということもあり得るし、スポンサーへのアピールという面でも非常に有利になります。とにかく子供たちはですね、このジュニアの大会に出て試合を重ねて、まあ試合感とか勝負感みたいなものを養って力をつけていくっていうのが、もうあたり前田のクラッカーなんですね。全員これをやっています。どんな名選手でもジュニアからやるわけですね。それがジュニア大会だということを覚えておいてください。これ映画に出てきますから。で、ジュニア大会の一番下のクラスになってくると、審判はいないっていうのは常識的にありますね。テニスの大会、ジュニア大会やりますってやるんですけど、ジャッジは全部セルフジャッジで行って、じゃあ二人、あなたとあなた、このコートでやってください。じゃあどうぞって言って、テニスを始めて、自分たちで、じゃあ私が勝ちました。みたいな。そんな感じでやっていく大会が一番下のクラスの大会ということがあります。一応ジュニア大会も出てくるんで、これだけはちょっと覚えておいてほしいなというふうに思いました。と言っても、これは、まあ、できれば覚えておいてほしいぐらいな感じで、知らなくても映画は全然大丈夫です。これテニスの映画ではないですからね。これは家族愛、そしてどん底の人生を逆転させるためのドリームプラン。みんなの背中を後押ししてくれる夢の映画ですから、テニスの知識というのはまあなくても全然大丈夫です。まあね、僕ももっと若い時にこの映画に出会っていればよかったなーっていうふうに思いますね。ノープラン人生でしたからね。もっと若い頃にこの映画に出会って、自分の人生というのはこうやって切り開いていけばいいんだみたいなね、そういった考えをね、知りたかったなというか、説得力を持って知ることができますからね。実際にあった話ですから、これは。まあもちろん今からでも全然僕は遅くないと思ってますけど、ちょっとドリームプラン練ろうかなと。ノープランからドリームプランへ僕も転向していこうかなというふうに思ったりします。まあ夢を叶える方法をお教えします。それが映画ドリームプランです。皆さん、ぜひ映画館に足を運んでください。必ず皆さんの人生にとって何か得るものがあるというふうに思います。映画ドリームプランは2月23日水曜日祝日、天皇誕生日ですね。この日に封切りということになりますんで、感動しに行ってください。いやー面白いですよ。それでは
お聞きくださいましてありがとうございました。僕もこれからドリームプランを練ろうと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。